今日の試合会場は気持ちのいい天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが FC 東京を相手にします。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-5-1 を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。前半のキックオフです。華麗なテクニック、これはなかなか見れませんよ。いいボールでしたが見事にパスカット、ボールがこぼれた。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ゴール前、期待も高まります。ボールには行っているか、どうだ。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。ここはインターセプト、しっかり予測していました。目の前にスペースがあるようです。ファーポストに入れた。アダユトン、厳しい寄せを見せます。橋本健斗、ディエゴ・オリベイラ、前に出しましたが気を抜けません。うまく読んでいましたね。見事なスルーパス、つながる。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。前半14分、先制点が生まれました。このカットは大きい、しっかりと奪いました。アダユトン、ファールを取りました。イエローが出ました。少し抗議していますね。
キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。ボールを奪った。いいタックルでした。このまま行きたい。金子翔太、弧を描くようなパスです。最高のボールが出た。ファーの選手を狙った。クリアしきれません。ボールは森重がクリア。高萩洋次郎、橋本健人、ディエゴ・オリベイラ。ボールは相手に渡ります。FC 東京のスローイン。レアンドロ、サイドからの攻撃を狙います。クロスが入りました。ボールをクリアしました。強い。体をうまく使います。ボールを取った。ボールがフリーになりました。高萩洋次郎、ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。このパスはダメでした。通りません。ディエゴ・オリベイラだ。さあどうする。同点に追いつけるか。決まりました。同点ゴール。ここまで相手にリードを許してきましたが、完全に流れが変わりました。これで勢いがつきそうですね。逆転もありえますよ。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。この角度からも見ましょう。ゴールに向かっています。これはゴールキックになりました。ただいまの同点ゴールの映像です。ご覧ください。高萩洋次郎、ここを起点にできるか。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。しかしあれを止められるとは思っていなかったでしょうね。セーブされてなければ試合をリードしていました。東圭吾、小川亮也、アダユトン。ここから狙うのか。ディエゴ・オリベイラ。これは PK です。ここでリードするチャンスですね。同点のまま進むと思われた試合でしたが、ここで PK が与えられました。さらに1人少なくなっています。いや、意図はしていないでしょうが、試合の流れを大きく変えるプレーですね。失点を防ぎたかった気持ちは分かりますが、落ち着いてペナルティーキックを決めました。PK は決めて当然ですが、状況によって成功率が下がることもあります。ここは落ち着いて蹴れましたね。サイドが空いています。
クロスを中央に入れた。クロスが通れば大きなチャンスでした。レアンドロ、これはカウンターを狙えそうです。決められるか。いいところへ出した。ゴールにつながるプレーとはなりません。サイドから勝負に行くか。クリアが足りないか。ディエゴ・オリベイラ、このヘディングは浮いてしまいました。難しいボールでしたからね。これは見事なインターセプト。見事なロブパス、スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。ポストに当たって入りました。人数が少ない苦しい状況の中、ゴールをこじ開けました。ここまで耐えてじっとチャンスを狙っていましたね。チームを助けるゴールです。試合は振り出しに戻りました。前半終了の笛が鳴り、試合は同点のまま後半へ。先手を取るのはどちらのチームでしょうか。レアンドロ、こぼれます。先に反応するのはどちら。何かしてきそうですが、いい位置です。ディエゴ・オリベイラ、入った。これはナイスシュート。これは見事なゴールでした。人数のアドバンテージを生かしましたね。退場者を出すとどうしても守備が足りなくなりますからね。残り時間もわずかというところで勝ち越しゴールが決まりました。いやー、ここでリードを奪ったのは大きいですよ。いいカットです。ボールを奪いました。橋本健斗、このパスは読んでいました。強い当たりだ。狙える位置です。ボールを失った。相手ボールになりました。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。相手ボールになります。インターセプトしました。金子翔太、入れば同点となります。まだボール、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。ゴールです。キーパーが弾いた球を見逃しませんでした。
うまく押し込みましたね。ボールがこぼれてからの反応も見事でした。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。ボールは相手に渡ります。いいタックルだ。ボールをキープしました。これはファールですね。フリーキックが与えられます。高萩洋次郎、自在にパスを通していますね。いいところへ出した。ゴールキックから再開です。ちょっと残念な攻撃でした。金子翔太、ゴール前に入ってきました。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。イエローです。レッドカードもあるかと思いましたね。助かりましたね。退場者が出ていなかったら今のは出てたかもしれないですよ。森重雅人、東圭吾、パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。金子翔太、このカットは大きい。しっかりと奪いました。サイドにスペースがあります。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。ゴール前に入れた。これはクリアしきれないか。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。これはファールでしょう。フリーキックです。先ほどのプレーに口頭で注意を与えています。審判に目をつけられたくないですね。東圭吾、ここからどうするのか。ボールは相手に渡りました。パスをカット、いい読みでした。何かしてきそうですが見事なテクニックで突破してきました。これは危ない。これは決まりません。キーパーが触りました。いやー少し力が入りませんでしたね。素晴らしいボールです。チャンスにできるか。このパスは読んでいました。前方に運びました。クリアはさらに相手ボールになります。いい形でゴール前まで持ってきました。リードを奪いたい。コーナーからエリア内へ、中央へのボールはクリアされました。残り時間はわずかですが試合は同点のまま膠着状態が続いています。いいところを見ていました。この攻撃は実を結びません。
打ってきましたが大きく外れてしまっています。三田博隆、アドバンテージを取りました。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。スペースへのボール、仕掛けてくるのか。金子翔太、東敬吾、橋本健斗、高い位置でカットします。決まれば勝ち越しでしたが、ここはチャンスを逃しました。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから、妥当な判断かもしれません。FC 東京が攻める。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。ファールを取りました。主審がイエローカードを出します。イエローで済んでラッキーかもしれません。もう少し冷静にプレーする必要があります。時間が残り少ないですが、リードするチャンスです。得点へとつなげたいですね。ファールを取られました。フリーキックです。決まれば1点リードします。狙える位置です。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。終了間際にチャンスが巡ってきたか。ここさあリードできるか。このシュートはディフェンスがブロックしています。ここはキーパーが素早い前進ボール。試合が終了いたしました。スコアはドローです。